市長すいません、ヘイトスピーチの関連でお伺いしたいんですけれども、はいはい、来週今問題となっている大体が、全国一斉行動ということで、大規模なデモを予定されているようなんですが、大阪でも色づいてデモがあるようなんですけれども、市長以前、彼らも言い分があるんであれば市役所の前で行って、僕は直接言い分を聞くということをおっしゃっていましたけれども、その後、その団体側から何かアプローチというかですね、在特会というところから面談の申し入れがあって、ね、役所としては今の役所のルールとしてはやっぱりこれは市長に合わせるわけにはいかないと、いろいろ僕のことを考えてくれて、役所の方からはそういう案が来ましたけれども、いや合うということを言いましたので、在特会の方と、向こうがこちらに来てくれるんであれば、ね、会いますという話します。それは来週 の、 その、全国統一行動の日に合わせて、いやそれはだから向こうの日程に合わせますけど、僕も議会があるんでちょっと日程調整しなければいけませんけど、できる限り向こうの時間に合わせて、在特会 の、 その誰が来るのか分かりませんけど話します。今第三専門家 の、 会議体に諮問している段階だと思うんですけど、市長はその、訴訟支援とかっていうような考え方があるんじゃないかというお考え示されてますけど、そういった説明というかお考えを、だから在特会側の方が、橋本はその在特会のね、そのスピーチの中身よく知らない中でね、これは行き過ぎだ問題だというふうに言ってるから、それはおかしいんじゃないかというふうに在特会の方から言われてるんで、どんなスピーチするのか聞かさせてもらうと、で聞かさせてもらって、それでチップを公開の場で討論させてもらいたいですけどね、今の日本社会でそれが通用するのかどうなのか、で日本人に対するね、日本人に対するヘイトスピーチについても同じような態度で望むのかって言いますか、それは望みますよ。日本人に対するヘイトスピーチなんていうのは週刊朝日が僕に対してやったじゃないですか、同じように朝日新聞でその週刊朝日に対しては徹底的に抗議してね、謝らせまして、で今訴訟もやってますよ。だから日本人に対するヘイトスピーチに対しても僕は同じ姿勢でやってるつもりですよ。だから在特会がね、どんなスピーチをして、僕自身がその在特会側の方のスピーチだけに厳しいのかね、日本人に対する僕は差別表現に対して、これはメディアであったとしても、徹底してそれは許さないという姿勢でやってきたつもりなのでね、でまたこれまでのいわゆる童話問題とかそういうことについても、これは問題、童話問題の方に問題があるところについても徹底して僕はメス入れてきたつもりですから、その在特会側に行ってね、在特会がどんなスピーチするのか聞かさせてもらいたいですけどね、この大阪において、ね、大阪において差別表現をやるっていうのは僕は許しません。それは在特会側の方にきちんと言おうと思います。他の団体も、それを契機にね、いろいろ僕に面談の申し入れがもうどんどん続いて収拾がつかなくなるという役所側の方の懸念もあるんですけど、この問題については僕がもう受けるというふうに言った以上は、どの団体から申し入れがあったとしても基本的には受けようと思います。